みんなはさ、梅雨の時期にときめきトゥインクルなことが起こったことがある？私の中ですっごいキュンとしたの。遡ること高校生の時の梅雨の時期、17の梅雨はぁ、あ、こんにちは、まんぷくまーこです。皆さん、見て聞いて、めっちゃ雨降ってる。めっちゃ雨降ってるの。今日は梅雨ということで、梅雨の時期にぴったりのアジサイをイメージしたクッキーボックスを作っていきたいと思います。まず最初使うのこちら、フラワーネイル。フラワーネイル知ってる？これでね、まずアジサイを絞っていきます。アジサイの絞るポイントはね、土台を作ったらひし形イメージでちょっとずつ絞っていくこと。アジサイもさ、いろんな色あるじゃん。今回はピンクと水色のアジサイにしようと思います。待って、可愛いから見せるわこんな感じ。ちょっとさっきも絞った紫が混ざって、こんな可愛い色になった。幻想的。これどんどん絞ります。で、これができたらここに黄色い点々をつけていきます。で、これで乾かします。てか朝から雨やばいの。梅雨ってさ、それこそ乾きにくいしさ、洗濯物、髪の毛どんだけ巻いてもさ、めっちゃ落ちてくるしさ、なんか梅雨って本当にさ、いいことないなって思うかもしんないけど、みんなはさ、梅雨の時期にときめきトゥインクルなことが起こったことがある？あー、もう今日からすごい話したかった。いや、私さ、今回さ、梅雨なんか話すことあったっけって思いながらさ、記憶をたどってみたんだけど、人生で一回だけあれすごい自分の中でときめいたなっていう出来事があってね、ちょっともう今日それを語りたくてしょうがなかったの。遡ること、高校生の時の梅雨の時期17の梅雨はあ、私が行ってた高校ってね、私が住んでた家からちょっと遠かったの。家から40分かけてトンネルを通って、まず町まで行って、で、町から自転車に乗り換えて何十分か漕いで行ってたの。その日はね、バイトが終わって自転車で一人で帰ってたの。そしたらちょうどその駐輪場、学校から町通って駐輪場に着くタイミングで雨がポツポツ降ってきて、で、あ、やばい、雨降ってきたと思って、わーって走って駐輪場まで行って止めて、出る頃にもうザーザーに降ってたの。で、うわーみたいな、めっちゃザーザーに降ってるわって、あ、うわ、めっちゃだるーと思って、多分今このまま帰ったらめっちゃ濡れるんやろうなって感じだったの。さ、濡れたらさ、気持ち悪いっていうのもあるけど、バスにさ、乗らなきゃいけないから、なんか人に迷惑かかっちゃうなとかも思うじゃん。一応お父さんに連絡して迎えに来てって言ったのに、お父さん来てくれない、なんでだよと思って、なんかもう、もうじゃあ走って帰ろうかなって思ってた時に、ある男の人が目の前にパプって来たのね。身のこなし的に大学生みたいな感じの身のこなしの人が傘持って立ってて、こっちになんか話しかけてきてたの。周りが雨の音がして全然聞こえなくって、で、私が何ですかって聞いたの。そしたら、あいあい傘しませんかって言われたの。わいいですいいですよみたいな、なんかちょっと歩くし、なんか本当大丈夫なのでって言ったら、いや、どこまで行かれるんですかって言われて、いや、あそこのバスセンターまで行かなきゃいけないので、ちょっと距離があるので、ちょっと、あ、僕もちょうどそこまで行くんですよ、一緒に行きましょうよって言ってくれて、で、結局傘に入って二人で歩いてたんだけどさ、やっぱ傘ってちっちゃいからさ、相手との距離も近くなるし、周りが雨で全然聞こえないから話す時の距離も近くなるのよ。顔も全然覚えてないんで、服装ぐらいしか覚えてないんだけど、なんかすごい好印象な人で、話すのも変な感じしないの。じゃあどこの高校行ってるんだって、うわ懐かしいなって、俺大学生なんだよねみたいな。で、結局バスセンターまで着いたら、どこのバス停なんって聞いてくれて、あ、ここなんですって言って、あ、じゃあバスが来るまでもうちょっと話してようよみたいな感じでね、バスが来るまで話してたの。で、ぶっちゃけその時ちょっと、あっって思って、高校生の時ね、ごめんね、自慢みたいに聞こえたあれなんだけど、土着層にモテてたの。なんか高校生の時ね、私なんか意味わからんぐらいモテ
モテ期が来てたのよ。すごい告白をされたりとか、なんか声をかけられることが、まあ高校生だからさ、多くって、もしかしてこう連絡先を聞かれたりとかするパターンかなと思って、あーちょっとめんどくさいかもなって思いながら、あーありがとうございますって言って話をしてたんだけど、いざバスが来ました。そしたら、今日は本当にありがとねみたいな、話ができて本当楽しかったよみたいな、じゃあ気をつけて帰ってねって言われて、でなんか、あ聞かないんだと思って、ありがとうございますって言ったら、なんか最後に、俺もよくあの駐輪場通るから、また今度雨が降ってた時に同じ場所におったら、またあやい傘してあげるよ、じゃねって言って帰っていかれて、私の中ですっごいキュンとしたの。また余裕があるってかっこよく見えるんだろうね。あとあやい傘ってなかなかしないじゃん。傘に入っていきますかとかじゃなくって、あいあい傘っていう言い方がなおさら良かったんだと思う。すごい、何年経った今でもさ、梅雨の時期になると顔とかは覚えてないんだけど、あんな人いたな、そういえばみたいな気持ちになる。元気にしてますか、名前も知らないあなた。あなたの優しさに助けられましたっていう話です。で、今回はこの子、このちっちゃい子ちゃんたちにつけていきます。この丸いやつにアイシングピュ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 ってつけたら、ここにポチュポチュつけていく。じゃんじゃんじゃ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 ん。あー、かわいい、こんな感じ、アジサイの玉みたいな。これをここにちょんって入れる。そしたらその隣たちにこのちっちゃい子をここにポツポツ入れて、ここにアイシングをつけて乗せていくの。イメージとしてはお水に浮かんでるさ、お花のやつあるちポコポコ、あれあれをイメージして作りたい。でポチュポチュポチュってして、でここまでできたら水飴、水飴で梅雨っぽい飴をつけていきます。これがね、あるのとないのじゃ全然違うんです。見えるかな。ね、これどうやったら見える？ちょっと待って、一回見てたい。見えるかな。はい、頑張れ。ほんとちょっとちょっと見えるか見えないかぐらいの雫を水飴でキラキラつけました。できました。こうパッと見はね、ピンクと青のアジサイなんだけど、ピンクの方はうっすら中に黄色の入ったくすんだ紫のアジサイと、青の方は単色の水色のやつもあれば、ちょっと中に黄緑が入ってるくすんだ青のアジサイも作りました。水飴のなんか雫がすごい可愛いし、ちょっとねまだらにホワイトのラメをつけてるんだけど、それもすごい可愛い。皆さんいかがでしたか？めっちゃ可愛くない？ちょっと梅雨ってさ、本当に髪の毛もうねうねするし、洗濯物乾かないし、靴もすぐ汚れるし、嫌なことばっかりって思うかもしれないけど、そんな時にこそ起こるアクシデント、新しいこととかがすごい楽しかったりするから、みんなで頑張って梅雨を乗り越えようねって感じ。なんかいいこと言ってそうで全然意味わかんないことばっかり言ってる。チャンネル登録と高評価、皆さんしてますか？すごく嬉しいのでお願いします。あとコメントもすごい嬉しいのでぜひお願いします。それじゃあまた来週も見てくださいね。バイバイ、またねー。